こんにちは皆さん、お久しぶりです。こゆたんです。昨日は一昨日か、お、みえの子、そうです、みえです。ちょっとテロップ書きます。テロップ何にしよう。 NMB48 と NMB48 と休憩研究生板垣小よりです。はい、あ、目が乾きますね。はい、こんにちは、こんにちは。ひな祭りの日に3列目から見てたよ。え、そうなんですか。3列目か。花粉症かな、花粉症です。おーい、そうですね、今日は、三重に、こんにちは、何話そっかな、今日は。なんか、その、休憩世代交代前夜公演、ありがとうございました。初日公演コヨリンスケ部持って参戦しました。うん、見つけました。なんかスケッチブックっていうか、あれですか、硬質ケースに入れてくれてたやつですか。ありがとうございます。本当に見つけてますですよ、見つけてるですよ。こんにちはコヨリン、こんにちは。ステージで目立つ子やね、ステージで存在感大きく見えた、ありがとうございます。背高いからかも。え、そうです、合ってます。うんうん、わかります。あ、ごめんね、わかります、わかります。みつきさん、みつきちゃん、ありがとうございます。見ましたよ、こよりんって、紫とピンクのやつかな、それだよね多分。こよてんひな祭りの紙持ってたよ。え、あれですか、お太鼓様、え、ご太鼓様とお代理様とおひな様とパーって他の子いるやつですか。私の中では3日の MVP はあなたです。ありがとうございます。3日も来てくださってありがとうございます。早く会いたい。ありがとうございます。本当に会いに来てください。タコさん、最後に指さしてうちは振ってやした。うんうん、なんかね、たくさんうちは持ってくださってる方がいらっしゃって、ちょっとね、私のめっちゃ楽しいです公演。再来週のリアル握手会楽しみにしてます。ありがとうございます。リアル握手会からナンバー式ですよね、当たりますように。まみかわさん、はい、どうしよう。ダンスがダイナミックで目が行きました。ありがとうございます。多分ね、メンバーの中でも背が高い方なんですよ。その一般的に見たらそうでもないんですけど、だからかな、大きく見えるのかな。ダンの表現天才でした。ありがとうございます。あれ難しいですね、感情が。でもね、みんなでね、
研究してね、歌詞読んで。そうなんです、嬉しい、めっちゃ覚えてくれてるやん。はい、結構ね、本当に私ね、覚えるの得意かもね。その勉強はちょっとね、覚えるのなんか世界史とか難しいんですけど、でも人の顔と名前とか持ってたものとかでは、こうやってコメントとか書いてくれたり、あとブログとかモバメの返信してくださる方は結構覚えやすいです。170あるぐらいの存在感なのに、実際は160ぐらいなのね。そうなんです、159センチです。小よりの記憶力すごいね。本当ですか、ありがとうございます。結構なんやろ、好きです、覚えるの。もう全部読もうかな、時間あるから。あ、でも溜まっていってるよね、何回か送ってもらったら。木曜念願の休憩楽しみにしてます。お、9日ですか、木曜日やんな、うん、9日ですか。ありがとうございます。一刻も早く会いに行きたい、うんうんうん、会いたいです。もう皆さんぜひぜひね、ぜひお願いします。本当に世代交代前夜公演だ、9期全部取ったから大丈夫。あ、そうなんですね、ありがとうございます、めっちゃ楽しみです。こんにちは、こより4期にいた西村さんに雰囲気似てるよ。あ、なんかオーディション時代もよくコメントにいただいてました、そのコメント。不毛も難しいでしょ、むずいですね、むずいです。その私のパートの、その私のパートの目さえ出てない頃からの振りがめっちゃむずいです。あれマジ、なんていうんだろう、苦戦しましたね。まずそもそも不毛は結構ね苦戦してました。皆さん本当にありがとうございます。何話そうかな、やっぱり何話したらいいと思いますか。木曜日の公演メンバー2人変わるのだね、こよりちゃんは出演。そうですね、2人初日を迎えます。次はいよいよコール解禁やん。そうですね、こよりんってお願いします。うん、オンラインお話し会行きます、ありがとうございます、覚えとこう、ありがとうございます。何時からすんの、さあじゃあリアル握手会ネタするのでよろしくです。はい、お願いします、リアル握手会お願いします。何してくれるんでしょう。世代交代前夜公演初日入ってから小よりん推しになりました、ありがとうございます、ありがとうございます。本当に楽しかったな、あの日めっちゃ楽しかったですよ本当に。アミとすんの、え、アミは3時から、あ、ずらすんや、うん、一人で3時配信予約した、出してない、しとけ、しとくわ、うん。3日の公演のお見送り会で推しメン探し中釣ってくださいって書いてるスケベ持って歩いてました。あー、覚えてます、覚えてます。なんかその釣るの意味をなんか魚釣るやと思っちゃって、私マジで釣っちゃったんですよ、物理的に。ほの瓶を探してたよな、うん、そうなんです、間違えて、なんか可愛い事したかったなって思って間違えちゃいました、普通に釣っちゃいました。覚えてますよ、
ゴロンと転がるのが難しそう。難しいですね。なかなか起き上がれなくて難しかったんですけど、なんとか。コヨリンってあんままばたきせんね。うん、まばたきしますよ。だから手もでもの涙の時はあんまりまばたきしないように心がけてます。決めようとするためにっていうか、何だろう、こうやって目力意識ですね。何してんの。何してんのだから。鏡越しにコヨリンを見てた。歯見てたやん。初日行きました。コヨリンの手もでもめっちゃ好きです。ありがとうございます。モバメモありがとうございます。メルさん、コヨリちゃん公園で目立っているね。ありがとうございます。本当に、なんか本当にいいポジションをいただいてありがたく。元旦公演、元日の特別公演のピークで惚れました。ありがとうございます。なんか昨日の密着でその自分の姿をまた見たんですけど、なんかまだ体硬いなって思って、あの時はまだもっと飛べたなって思って。そんな感じですね。次ピークする時あったらもっとレベルアップしたピークをお見せしたいですね。見送りは幸せになってください。スケベ持ってました。あ、覚えてます。物理的な釣りかわいい。そう、マジで釣っちゃいました。物理的に。こんにちは皆さん。くりくりおめめ好き、ありがとうございます。初日より2回目テンナとのシンクロ率上がってたよ。さらに良くなってた。ありがとうございます。あれはね、ほんまにこのこう上げてくる手の通り道とか手の形とかいっぱい2人で練習したので嬉しいです。こんにちは。初見さんもたくさんありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さん結構急に配信その配信予約はしたものの、配信予約した20分後とかだったので結構割と急な配信だったんですけど、たくさん来てくださってありがとうございます。はい、こんにちは。 NMB48 9期生です。はい、なんかもうあと9日は旧世代交代前夜公演があるんですけど、もう応募は始まってるんですよね。始まってるね。始まってますね。そう始まってるので、皆さんぜひ会いに来てください。本当にセトリも衣装もすごく可愛くて本当に素敵な公演です。自分で言っちゃってるけど、本当に素敵なプロデュースしていただいて、ぜひぜひ皆さんお願いします。ぜひ見に来てください。あ、明日当落なんですね。どうなりますでしょう。皆さん
ぜひ当たってほしいです、本当に。皆さん、ほんまにありがとうございますね、本当に。こう、ん？衣装のセーラー服めちゃくちゃ可愛い、めっちゃ可愛いですよね。めっちゃザ・セーラー服って感じで、めっちゃ可愛い衣装です。その個人的にめっちゃ好きな衣装は、あの手もデモの涙の衣装なんですけど、めっちゃ可愛くないですか、あれ。めっちゃ好きなんですよ。カチューシャもイヤリングもブレスレットもリングもめっちゃ全部可愛くて、靴も靴下もめっちゃ可愛いんですよ。だからそういうところも細部も結構チェックしてくれたら嬉しいです。で、私がピンクでテンナがブルーなんですけど、その色の対比もめっちゃ好きで、めっちゃ好きです、ほんまに好きなんですよ。なんか乗ってた、たたたたたたた、来月あたりに行けたらいいなとは思ってる。うんうん、ぜひぜひぜひ会いに来てほしいです。会いたいね、本当に。ほんまになんか結構ほんまに私、人の名前を覚えるのが好きなので、たくさん皆さんの名前とね、顔を一致させたいですね。そのアカウント、ブログとかも場面に返信してくださってる方は結構覚えてるんですけど、あのまだ会いに、ま、なんか顔と名前を一致させる、させたいじゃないですか、やっぱり。そうなのよ。コールはこよりんがいいかな。こよりこよりこよりんこよりんかな。こよりんでお願いします。うんうんうん、こよりんでお願いします。超絶かわいい、こよりん。まゆゆさんを思い出しちゃう。まゆゆさん知ってましたね、テモデモの涙。たくさんテモデモの涙の動画を見させていただいて、テンナと研究してました。たくさんいろんな動画見ましたよ。家に帰っても見ましたし、テモデモの涙のアクセにやってる、ありがとうございます。めっちゃ可愛いんですよ、一つ一つ。そのアクセサリーもピンクと青であるんですけども、一つ一つがめっちゃ可愛いんです。なんか特にこの右手の人差し指につけてるハートのリングとか大きくてね、めっちゃ可愛いんですよ。女の子の憧れる衣装、うん、ほんまにほんまにそう思います。靴とかもね、めっちゃ可愛いんです。高くて、そのヒールの部分がね、ラメラメなんですよ。めっちゃ可愛いんです、それが。でもでもの衣装私も好き、ピンクとブルー、いつか小予定で流れ星を。あー、昨日ね、そうそう、本当にそれこそ昨日てんちゃんと話してて、ほんまにいつかやりたいなみたいな。ほんまにね、色もちょうどピンクと青で、2人ユニットで同じじゃないですか、同じ、なんていうの、色と人数もね。だからいつかしたいなって言ってました。こよりん、わがままな流れ星したいって気持ちある？ありますよ、したいです。めっちゃ可愛いです、あれも。でも私はやっぱりテモデモが本当に一番やりたくて、めっちゃ嬉しいんですけど、ほんまにわがままな流れ星もクロスも制服レジスタンスももう全部チャレンジしてみたいです。こよりんピンク好きだもんね。そうなんです、ピンク好きなんですよ。コールはこよりんでお願いします。こんにちは皆さん、覚えてもらえるように頑張ります。あ、覚えてますよ、まこさん。うん。どうしよう。通知来
てみたらショールームオーディのあの子やんと思った。改めてようこそ NMB ありがとうございます。そうですね、ショールーム時代からフォローしてくださってる方もたくさんいらっしゃって本当にありがとうございます。わ、何これ、コンペイトーですか、ありがとうございます。くまねパパさんありがとうございます。待って、こっち見よう。ありがとうございます。うん、流れる、どうしよう。吸気外れまくってるんで無理っぽい。いや、めげずに応募してみてください。ぜひ皆さん劇場にね、遊びに来てみてくださいね。お話し会通います、ありがとうございます。たくさんお話ししましょうね。コーデも組んでるので。握手会アドバイスとかありましたか。握手会アドバイスですか。握手会アドバイスどうしたらいいやろ。初めてじゃないですか握手会って。初めてのイベントが握手会なんですよ、私たちにとって。横浜で、うわっ。でもでもの涙、てんなちゃんと声が出ててよかったよ、ありがとうございます。てんなの声がいい声すぎて私も頑張ろうって思ってうまいんです、てんな。こんにちは、こよりんでお願いします。こんにちは、名古屋から見てます、ありがとうございます。たくさんいろんなところから、こんにちは、初見さんもたくさんありがとうございます。顎がかゆいですね。てもでもの涙、ゆきりんさんポジで喜んでんですが、そうなんですよ、柏木ゆきさんのポジションでやらせていただいて、はあ、だからもうね、本当に柏木ゆきさんのてもでも見て表情とかなんやろな、目力とかもたくさん研究しました。ほんまにね、したんです二人のツインタワー感が素敵でした。ツインタワー、ツインタワーって何ですかありがとうございます。トヨタンさん、何ですかこれ、鏡餅、鏡餅かな、鏡餅かな、ありがとうございます。こんにちは、わがままやるなら誰としたい。やっぱりそのテンナとね、それこそ本当に昨日話してたんですよ、ほんまに昨日ですよ。だからわがままはしたいなみたいな、色もそのままなので、もうテンナといつかできるんじゃないかなって我が流れ星に祈ってみます。やっと見れた、遅くなりましたがおめでとう、ありがとうございます嬉しい。公園の目力強いのが印象的でした。本当ですか、 ありがとうございます。そうなんですよ、結構目力ね必要で、なんやろ、そのそれこそ最初の1曲目のジェネレーションチェンジとかは強い歌詞なので、歌詞とか振りに、振りと同じくらい強い目力で。くまねパパさん、コンペイトーありがとうございます。コンペイトーじゃなくてひなあられちゃうちょっと待って、え、待って待って、え、マジ、ひなあられか、わ、ごめんなさい。確かに今コンペイトーっておかしいですよね。ひなあられか、待って、てかさ、ひなあられ食べれてないです、食べたいです、ひなあられ、パク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 、ひなあられ食べたいですね。ちょっとどうしよう、ひなあられ食べたい、え、どうしよう、ひなあられ、ひなあられ食べたいです、ひなあられ食べたい
じゃあ次は顔と名前を何とかしてもらえるようにこれからも劇場めっちゃ行くね、オンラインは撮ってるよ、ありがとうございます。おお、またコンペイトー、コンペイトーですか、ひなあられなんかな、ありがとうございます。お話し会はどんな話をすればいいですか。え、どうしよう、私も初めてなんで、お話し会って何やろ、皆さんからの質問でもいいですし、皆さんが話すことに合わせますよ。私はもう、私も初めてで、どんな話したらいいんだろうって。お話し会ってノープランでも大丈夫ですか。大丈夫です。ノープランの場合はじゃあ私が話せばいいんですかね。OK です、うん、頑張ろう。スケザイモンさん、バラありがとうございます。お昼ご飯食べました。はいはいはい。髪の毛自分髪巻いてる、綺麗、ありがとうございます。元ゆきりんさん推しとしては感動。ああ、そうなんですね。そうなんです、そのゆきりんさんの、柏木由紀さんのポジションでやらせていただいて、あ、ひしもちって言うんですね。ひし形やからですか、そういうことか。鏡餅って何ですかね。あ、元日のやつか。ツインタワー、背が高い2人。ああ、そういうことなんですね。そうです、キューキーの中では結構まあ高い方なんですよ。私たち身長も似てて、たくさん初見さんの方もたくさん本当にありがとうございます。てんちゃん呼びとてんな呼びは気分で分けてるの、かわいい。え、そうですね、普段はてんちゃんですね。でもそのなんやろ、公式のニックネームがてんななので、MC の時とかはてんなですね。コンペイトーですか。あ、コンペイトーなんですね。これ合ってた、合ってましたか、コンペイトー。でもひなあられにも見えますね。チョコ味のひなあられ見たことなくて、チョコ味のひなあられっていうか、なんやろ、チョコがかかったひなあられなんかな。全然食べたことも見たこともなくて、なんか大阪来てるうちにっていうか、来てたらなんか見かけ、大阪にいても見かけへんなって思って、食べたいんですよ。ユニット決定前からテモデモ決め打ちで練習してたのすごいってね、なんかほんまにテモデモの涙をしたくて練習してたんですよ、一人で、本当に一人でしてて、ほんだらめっちゃ嬉しかったです、決まった時は。待って、スエモンさんなんですね。あ、すみません、スケエモンさんなんですね。ごめんなさい。ちょっと待って、漢字読めへんみたいになってる。そうやねんけど。今回9期生の仲間がいるから握手会事故らなさそうやね。そうですね、心強いですね。誰と一緒になるかはわからないんですけど、めっちゃドキドキで、めっちゃ楽しみです、ほんまに。おう、揺れる。本当にありがとうございます、皆さん。目が乾く。先週恵比寿橋のツタヤで会った人です。あの時は話しかけてしまってすみませんでした。いえいえ、全然ありがとうございました。本当に覚えてるというか、本当に入ったばっかりの旧期生の私を、ありがとうございました。本当にまこさん、ともさん、レインボースターですか？これ、星、ありがとうございます。
ットボトルの白湯飲んだことある？ないですね。売ってますよね。飲んだことないです。左右吸気性は個性派が多いイメージ。そうですね、結構みんなキャラクターがはっきりしてると思います。本当にめっちゃ面白いですよ。みんな手もデモの曲中の表情もとても良かった。ありがとうございます。なんか昨日の一昨日の公演のあのアーカイブ見てたんですけど、なんか昨日の DM、 一昨日の DMM さんから手もでもの涙で2人走に行くところが、あの初日は1人ずつ映されてたんですけど、画面が真っ二つに分かれてて、アミです。あの配信途中で切れちゃいました。すみません。うん、切れちゃいました、うん、すみません。順位読めないままで、うん、今からあやみちゃんと配信するので、うん、あのね、さっきの見てください。ハートの正体、あやみとほのぴーです。あだよいしょ。あ、ね、そうやな、ごめんね、いいよ、ごめんね、バイバイ、バイバイ、みなさん見に行ったってください。私もまだするんですけどね。はい、みなさん本当にありがとうございます。野原しんのすけのすけさん、お越しありがとうございます。そうそう、それで手もでもの涙の画面が真っ二つに割れてて、二人同時に映ってたのがすごいなって思って。達也さん、コンペイトーと、何やったっけ、ひしもち、ありがとうございます。握手会推し買いすぎて9期まで買えんかった。ぜひ9期もにも会いに来てくださいね。達也さん、たくさんハートありがとうございます。ランちゃんさん、ほんと目大きくてキュルンキュルンだね、ありがとうございます。今コンタクトしてるから水分量が多いんですかね。こよりんも両脇に小学6年生いたら保護者になるんかな。そうですね、保護者っていうかちょっとお姉さんになりますね。今何時？3時3分。え、3時3分、過ぎてあるじゃん。いや、ナイス、帰るかする。いや、じゃあもう、じゃあちょっと霧のいいところまで読んで、あや、あみきた、来ました、あみやや、あみやや、どっちやろな、聞いとこ。保護者です。めっちゃお姉さんに見えますよね、本当に。もうね、二人が可愛いんですよ、本当に可愛いんですよ。スナフキンちゃんじゃないです。スナフキンちゃん、こんにちは。こんにちは。大丈夫？眠たい？眠たい TV？ 眠たい TV。ではそろそろ3時までの予定だったんですけど、過ぎちゃったっていうことで、ではそろそろ壇上読みをさせていただいて終わりたいと思います。はい、それでは壇上読みさせていただきますね。本当にありがとうございました。この日曜日の昼間からたくさん見てくださって、そう、ほんまに急遽したのにこんなにたくさん皆さん来てくださってありがとうございます。また何やろ、あ、私勉強しながら配信しようと思ってたの忘れてた。はい、明日も頑張りましょう皆さん。明日から週始まりの月曜日なのでね、うん、精一杯頑張りましょう。それではランキング読ませていただきます。13位さやかさん、ありがとうございます。12位はるかさん、ありがとうございます。11位達也さん、ありがとうございます。10位コッコさん、ありがとうございます。9位ユーアットラビとケツネとカワウソとさん、ありがとうございます。8位イタアットキさん、ありがとうございます。7位ともさん、ありがとうございます。
6位野原しのすけのすけさんありがとうございます。5位みつきさんありがとうございます。4位富士さんありがとうございます。3位トヨタンさんありがとうございます。2位まこさんありがとうございます。1位くまねパパさんありがとうございます。ありがとうございました。はい、本当に結構本当に早いですね、時間経つのは。ショールームからあの時から思ってますが、配信気づいてきたら終わりそう。もう終わりますよ。ちょっと明日頑張ろうね。明日から月曜日ですけど頑張ろうね。頑張ろう。よし、それではありがとうございました。皆さん頑張ろうね。ありがとうございました。急遽やったのに。ではまた配信したいと思います。では皆さんありがとうございました。どうやって終わるんですか。ではありがとうございました。バイバーイ。